和歌山市持つ港は、和歌山県和歌山市、海南市、有田市にわたる港湾である。港湾管理者は、和歌山県。港湾法上の国際拠点港湾、高速法上の特定港に指定されている。和歌山平野を流れる木の川河口の和歌山湾から、有田市内を流れる有田川河口の紀伊水道に、かけてに立地している。第二次世界大戦当時から、重要な軍港であった。 和歌山下津港で取り扱われているコンテナ料の約半分はアメリカや東南アジアからタンカーでカオ和歌山工場に運ばれてくる動物油や植物油などの原料となっている。本港区から海南港区にかけての一帯は平成27年12月17日に港オアシスの登録をしていて和歌の裏アートキューブを基本施設とする港オアシス和歌山として観光。 交流拠点ともなっている。背後に日本製鉄和歌山製鉄所が控える工業校。古くは木材校として栄えた。現在は背後に花王の主力工場である和歌山工場が控えている。県内で唯一コンテナ貨物を取り扱っており、ガントリークレーンが一機設置されている。コンテナ取り扱い量の約半分は花王和歌山工場への荷物である。 南海フェリーの乗り場があり、徳島と岡回路で結んでいる。最寄り駅は南海電鉄和歌山港駅。和歌浦地区は和歌山マリーナ市地として整備されている。かつて、木の国や文在門が江戸にみかんを運んだという説の船出の地。古くは丸善石油の石油生成工場が立地していた。現在はコスモ石油、ルブリカンツ株式会社諮物工場や、 中堅協業メーカー、高田機構などが立地している。エネオス和歌山製油所が立地している。ありがとうございます。